県政フラッシュの時間です。地域活性化や持続可能なまちづくりの実現などを目指し、県と近鉄グループホールディングスが包括連携協定を結びました。11月27日は山下知事と近鉄グループホールディングスの辻隆社長が協定書を交わしました。県と近鉄グループはこれまでも公共交通の整備や沿線の住宅開発などさまざまな分野で協力してきましたが、包括連携協定を結ぶのは今回が初めてです。協定では駅を中心としたまちづくりやアクセス改善、観光振興などで連携協力するとしています。辻社長は近鉄は奈良県とともに発展してきたとし、人口減少が進む中、持続可能なまちづくり、沿線の価値向上に協力して取り組んでいきたいと話しました。また山下知事は県内の課題を早期に解決するためにも連携を深め、年に1回それぞれのトップも含めた幹部職員クラスの協議会を開催していきたいと意気込みました。障害者が困っている時などに手助けや配慮ができるアイサポーターの研修が奈良県議会で開かれました。県では障害がある人とない人が共に理解し合い支え合う地域社会を作ることを目指してアイサポーターを養成しています。県議会議員18人などが参加した研修では、平成25年に始まったまほろばアイサポート運動の概要が説明されました。続いて県視覚障害者福祉協会の辰巳俊弘会長が、視覚障害者が生活上で困る例を挙げ、支援のポイントを話しました。そして参加者は目の白濁や視野狭窄、全盲などが体験できるメガネを試しました。最後に白杖を持ちアイマスクをつけた人を誘導する体験をしました。県庁前の歩道を恐る恐る歩いた議員らは、視覚障害者を見かけたら声をかけたいなどと話していました。ではお知らせです。奈良県労働委員会では、労働委員会や関係機関などについて理解を深め利用してもらうためのセミナーを開催します。セミナーは12月21日木曜日の13時30分からで、会場は奈良県コンベンションセンターです。3部構成となっていて、第1部では県労働委員会会長の下村俊弘さんが委員会の取り組みについて紹介します。また第3部ではフリーランスの労働者性をテーマに、広島大学大学院教授山川和義さんがフリーランスをめぐる法律問題について講演を行います。定員は100人で、参加は無料、事前申し込み制で先着順です。必要事項を記入の上、電子申請、ファックスまたは郵送でご覧のところまでお申し込みください。詳しくは奈良県労働委員会事務局までお問い合わせください。県立万葉文化館では、最新の研究成果を分かりやすく紹介する万葉古代学講座を開きます。この講座は県立万葉文化館の研究員が取り組んできた課題について話すもので、12月23日は律令国歌と詩歌、1月27日は飛鳥池遺跡と古代の工房、2月3日は万葉集と仁徳雄略天皇がテーマです。時間はいずれの回も14時から15時30分までです。会場だけでなく、インターネット同時配信でも参加できます。定員は各回150人、配信には定員はありません。参加は無料で、配信で参加の方のみ事前申し込みが必要です。詳しくは奈良県立万葉文化館までお問い合わせください。以上、県政フラッシュをお伝えしました。